今日は相川を目標の形昨日の予選は竹山啓太の番手での競争を愛知勢にさばかれてしまいました残り2周回で最強勢動きを見せて2番大森光昭の外に1番、相川拓海一度アクションを動かしましまたがアクションを起こしましたが2番大森が突っ張って前へ3対2の局面は変わらずにいきまして大森、そして橋本。 徳永と北日本3人前キープで残り1周半三者審査1番、相川拓海4番手2センター、 少しバンク外を通りまして反撃を開始しようとしていますが2番大森の外から1番相川匠なかなかもどかしい展開が続く最強勢4、5番手のまま残り1周切りました大森が先頭後ろ3番橋本雄二5番徳永新一3番手です二角まくりで1番相川匠推進力はまずまずしかし3番橋本が合わせて波を作って牽制を見せる2番の大森3番橋本雄二その内からは 5番の徳永新一、北日本勢さらにその後ろ4番、秋葉大輔ですが届きそうにありません、前は3番の橋本裕一に代わって降臨。